放送席、放送席、ヒーローインタビューです。リーグ戦再開初戦、見事完封で飾りました。今日のヒーローは高橋宏投手、そしてオルランド・カリステ選手です。まずは高橋宏投手から伺います。はい、リーグ戦再開、チームとしては第2の開幕と位置づけた今日のゲーム任されました。どんな思いでマウンドに行きましたか？はい、今日の練習前に涌井さんが誕生日だったということで、なんか負けられない雰囲気を作られたので、はい、しっかり今日はそういう気持ちもあっていいピッチングができたかなと思います。今日の試合前練習でマウンドに立って目をつぶるような姿がありましたが、どんなことを考えていたんでしょう？はい、チームの状況というか最下位にいるというところでは、僕がここからいい勢いをつけて、はい、勝ちをつなげれるようにと思ってマウンドに上がりました。今日序盤は先頭バッターを出しながらというピッチングにはなりましたが、今日の状態、ご自身ではどんな風に見ていたんでしょう？そうですね、バランスをよく投げようと思って、はい、やっていたので、ちょっと球速自体はあんまり出てなかったんですけど、はい、それなりにいいピッチングができたかなと思います。そして横にいるカリステ選手のホームランが3回に飛び出しました。あのホームランはどう見ていましたか？いや、もうまたカリちゃんのホームランちょっと見てなかったんですけど、あの打った瞬間だったということを聞いて、さすが、前回もエスコンでホームラン打ってくれたんで、はい、僕の時によく活躍してくれてめちゃくちゃ嬉しいです。7回には大きなピンチがありました。松山選手、菊池選手、あのあたりの対戦どんな風に投げてましたか？いや、もう攻める気持ちだけは忘れずに、どん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 攻めていく気持ちと、村松さんがよく取って投げてくれたかなと思います。そして今手に持っていますが、ドアラも今日から復帰ということになりました。ドアラに向け一言いただけますか？はい、ちょっと体が弱すぎるんで鍛え直した方がいいと思います。次回の意気込みはまた後ほど伺います。続きまして、見事な先制決勝ホームラン、オルランド・カリステ選手です。ナイスバッティングでした。Muchas gracias, gracias, sabes, contento por estar aquí y seguir aportando para el equipo. Me siento contento de que pueda conectar un ron. 本当にありがとうございます。チームの勝利に貢献できてとっても嬉しいです。ホームランの感触というのはいかがでしたか？Bueno, sí, sí, le conecté bien. Estaba tratando de un buen picheo para llegar a base, pues le di fuerte y gracias a Dios se pudo ir la bola. そうですね、打てる球をしっかり捉えたので、しっかりとホームランになってよかったです。隣に高橋宏斗投手がいますが、高橋投手のピッチング、どんな風にご覧になってました？Claro, no, tú sabes, él muy excelente, está pichando bien y yo espero que siga así. Y yo sé que él va a seguir bien porque él...Se faja mucho, se prepara bien y gracias a estar saliendo los resultados. 今日は本当に素晴らしいピッチングをしてくれましたし、いつもしっかりと練習して試合に臨んでくれてます。本当に高橋投手、ありがとうございます。ここのところは1番、それからセンターというポジション続いていますが、このあたりご自身ではどんな風に感じていますか？Bueno, tú sabes, primeramente, gracias a Dios, tú sabes, la oportunidad, yo no me importa dónde esté empezando.Lo que me importa es estar jugando y ayudar al equipo en lo que yo pueda. まず最初にこのようにチャンスをもらえた神様に感謝したいと思います。ありがとうございます。そして自分はどこでも守れるようにしっかり準備してますので、チームの勝利に貢献できるようにいつも頑張ってます。では最後になりますが、カリス選手、明日に向けての意気込みをお願いします。Bueno, seguir jugando fuerte, tú sabes, cuando jugamos fuerte se ven los resultados y por eso hoy pudimos ganar, jugamos bien fuerte cada inning hasta el último out. とにかく明日全力プレーで1回から9回まで全力で戦います。勝利に向けて頑張ります。皆さん応援ありがとうございました。そして高橋宏斗投手はこれで4勝負けなしということになりました。次回登板に向けて一言お願いします。はい、しっかりと準備してまたもっともっといいピッチングができるように頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーローは高橋宏斗投手、そしてオルランド・カリステ選手でした。放送席どうぞ。立浪監督です。レギュラーシーズンのリスタートの1対0というスコアで勝ち切りましたね。
そうですね、まあ、あの終盤非常にピンチが多くてですね、まあ、ヒヤヒヤしましたけども、ピッチャー、まあ、ヒロト含めて松山、ライデル、まあ、よく踏ん張ってくれたなと思います。なんといってもそのリスタートの、まあ、いわば開幕指名の高橋ヒロト投手、今日内容どうでした？まあ、内容は良かったと思いますし、まあ、何よりもあの7回の、1・3塁ですかね、まあそこ、まあ、よく踏ん張ったなというふうに思いますし、まあ、あとはあの村松がね非常に、まあ、いいプレーしてくれたのがあのワンプレーは大きかったかなと思います。系統でいくのは予定通りというか、いや、まあ、あのね、球数的にも、まあ、本来であれば8回までと思ったんですけども、まあ、7回あのピンチ作ってしまったんで、まあ、8回は今あの松山も状態いいので、まあ、なんとか初戦、まあ、全力で勝ちに行くと、まあ、そういう系統にはなりました。カリステ選手の一発が結果聞きました。はい、まあ、あの先制できたのも大きいですし、まあ、あと1点ね、なんとか取れればあのもう少し展開的には楽になったかもしれないんですけども、まあ、勝ってまた明日以降ね、あのいいピッチャー来ますけども、まあ、点が取れるようにやっていきたいなと思います。その明日がノーヒッターの大瀬良投手攻略ということになります。まあ、今年非常にここまで、ね、状態が上がっている投手だと思うんですけども、まあ、あの必ずチャンスは来ると思うので、まあ、その、ね、少ないチャンスかもしれないですけども、まあ、明日ものにできるようにまたやっていきたいなと思います。おめでとうございました。辰巳監督でした。